しましたか。寝つきが悪いんですね。いつ頃から寝つきが悪いんですか。はい、なるほど、大変ですね。それではいろいろと調べさせていただきますね。それではこちらでまずは指紋を分からせていただきますね。はい、失礼いたします。冷たいですか？大丈夫ですか？トク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 。はい、楽にしてください。今指紋を分からせていただいたんですが、まあ、基本的には問題なさそうなのかなっていうのはありますね。はい、ですがなんかちょっと違和感があるというか、はい、まあ、何がおかしいのかと僕にも分かんないんですが、そうですね、はい、ちょっと何かがおかしそうなので、もうちょっと精密にいろいろと検査した方がいいのかなありますね。決定お時間あります。はい、あ、結構忙しいですか。はい、お仕事って何されてるんですか。はい、あ、なるほど、寝つきが悪いっていうことなんですが、日頃睡眠時間ってどれくらい取ってます。はい、あ、なるほど、もし理想であればどのくらい寝たいなとかってあります。8時間ぐらい、わかりました。っていうことは8時間なので間で大体15時間ぐらいですね。はい、15時間で寝れればいいなって感じですね。はい、それでは眼球見ていきます。そうですね、ちょっと眩しそうですね。そうですね、眩しいかちょっと確認していきますね。あ、眩しいですか。あ、そうですよね、これは眩しいですか。眩しいですね、わかりました、正常ですね。はい、で睡眠時間は結構15時間取りたいってことなんですけども、はい、で日頃運動とかってされてます。はい、あんまり運動してない。なるほど、いつからしてないですか。あの寝つきが悪い人っていうのは基本的にちょっと運動不足に、ね、まあ、傾向の人が多いんですね。なんで結構運動おすすめはしています。はい、なんですけどもやっぱ手軽に運動ってなかなかできないですよね。はい、なので、まあ、そういう場合、まあ、おすすめの運動があるので、まあ、これをちょっとやっていただきたいなと思うんですけど、まずしっかりとねマラソンをしましょう。はい、42キロ、はい、42キロまで走っていきましょう。はい、でその辺で、まあ、しっかり体力をつけたら、体力が出るので結構体力を使うんですね。はい、なので体力ないなっていう人はまずマラソンをした方がいいです。はい、マラソンして、まあ、そしたら体もあんま疲れたなっていうことなので結構眠れます。はい、わかりますか。はい、なのでまず15時間睡眠取るにはまずね42キロ走ってください。はい、ちょっと粘膜取っていきます。あ、痛いですか。大丈夫ですか。色によって感情って結構ね左右されるんですよ。
寝つきがちょっと悪いってことなんですけども、あのなんか理由これかなっていうのってあったりしますか？あ、最近恋をしてるんですか？はい、なるほど。お相手は何歳ぐらいですか？しっかりと、まあ、今恋をされているってことですので、まあ、もしかしたらその恋が、うまくいくかいかないかっていうのはやっぱ心、自分の心の余裕っていうのがあった方がいいですよね。はい、なのでちょっと心の浄化をしていきます。そうですね。はい、まあ、これが効くのか効かないかちょっと僕にも分かんないんですが、まあ、一応前向きに進んでいるよっていうのをしっかりと
自分の中でね、住んでいるって思うことが大事です。はい。まあ結構その自分のそのやってることに自信がなかったりとか、これ大丈夫なのかなって思うこともあると思うんですけど、ね、前に進んでいるっていうこと結構大事です。まあ前に進んだり横に進んだりするのもいいと思いますね。はい。そうです。まあ時々横にっていう感じで、はい、まあ斜めにするのもいいのかなっていう思いますね。ちょっと採血していきます。失礼します。
眠くなる時っていうのは体が暖かい時から体温が下がる時に眠くなるんですね。あ、そうです。なのでしっかりと冷やしすぎるとやっぱ上がる部分がないと言いますか、わかりますか。あ、そうなんですよ。なのでエアコンつけていただくのも全然問題ないんですけども、冷やしすぎない、大事です、はい、ちゃんと暖かくなってから下がるよっていう状態が理想なので、あ、そうです。まず温めることも結構大事です。この時期ちょっと難しいですよね。暑いのってちょっとどうしても暑いなっていうのがあると思うんですね。なのでしっかりと、体温調整がちょっと難しい時期ではあるのですが、暖かくして寝てください、はい。ここもね結構難しいんですね。この今の時期だとエアコンガンガンにして寝るよって方も多分いると思うんですけど、それが気持ちよくてリラックスできるよって方は、それを続けてもらっても大丈夫ですし、ちょっとね寒いよって方はちょっと絶対にねエアコンの温度が低すぎますので、しっかりと、ね、見直してもらった方がいいのかなと思います、ね、はい。あ、そうですね、僕は日頃だと18度ぐらいですね。こちらお薬ですね、はい。ちょっと眠くなる要素入ってますので、あ、そうですね、ちょっと移動のせいも多少はあるんですが、結構メンタルなので、はい、依存するかしないかは、はい、あなたの心に聞いてください、はい。で飲み方なんですけども、しっかりとご飯とか食べた後に、ね、飲んでください。あ、そうです。で大体、1日飲むとしたら30秒50秒ぐらいですかね、はい。そうですね、その辺は結局多めに言ってますけど、因数分解すれば大丈夫なので、そうですね、あなたも心と因数分解をしてもらってっていう感じですね。因数分解したら答え1でしたね、はい。なんで1以上がいいかもしれないです、はい。であとは眠くなる方法としてやっぱ深呼吸をしっかりするっていうのが大事です。一回深呼吸しましょう、練習しましょう。睡眠外来なんでちょっと声は担当外なんですけども、
そうなんですけどね、まあ、一応そのサービスで答える範囲でよければ、もしくはウィキペディアとかで調べたやつでよければ、はい、答えられますけど大丈夫ですか？あ、わかりました。ちょっとウィキペディアで調べておきますね。はい。で、どういう感じですか？はい。そのうちの一つに僕も組み込んでもらって、あ、そうです、柱として。